過去にトキソプラズマの話をした際韓国人は辛いものを食べるから腸内細菌が死んでええのような話をしていましたが韓国人プロゲーマーマが強いのに関係ある可能性も考えられますか、えー、とまあ別に腸内細菌の問題ではないと思いますけどね純粋にその,あの韓国のスポーツで増えるスポーツがあんまりないっていう話だと思うんですよね。 あのまあ日本だとじゃあそのサッカーとか野球とかまあ一応バレーボールだったりとかっていうその国内のプロスポーツっていうのがあってなので反射神経が早い人ってそれなりに食えるんですよね。まあ、あとそのなんか体操とかでもそのオリンピックとかに出てでその後あのなんかニュースキャスターになるみたいなそのスポーツをやることでそのスポーツの結果一生食えてますっていう人って結構多い,いじゃないですか、まあ、橋本聖子さんみたいな政治家になる人もいますけど、まあ、その韓国ってそのプロスポーツで食える人数がそんなに多くなくて。 でそのゲームの場合はそのゲームが売れるからお金が動くっていうのがあって分かりやすくその賞金が出るっていうのでプロのスポーツとして食える産業になりやすかったんですよ。なのでその若い人がプロ野球を目指すとかプロサッカーを目指すっていうのはあるんですけどプロゲーマーを目指すっていうのがあって競技人口がもともと多いんですよね。で日本の場合ってそのプロゲーマーっていうのがほぼほぼいなかったのでようやく5年前ぐらいからちょこちょこ出始めた感じじゃないかな食えるほど賞金もらえる人って。 大悟さんが10年前ぐらいだっけあの唯一の日本のプロゲーマーになりましたみたいな格ゲーで。っていう感じでなかなかだから厳しい状態が続いていたのでなのでそのあのオンラインゲームでそのお金が回りやすい状況っていうのが韓国があったのでその理由もあるんじゃないかなと思います。